山形大学の常国さんが訪れたのは、排水処理施設の管理など環境保全事業に取り組む天童環境。弊社では、収集運搬の業務があるんですが、男女差別なく同じ職場で働いていてもらっています。子どもさんを中心に、職場環境を改善して、大変働きやすくなる職場に心がけて、いるところです。廃棄物を扱うということで敬遠されやすい業種なんですが、トラックを運転するとか物を分けるとかという作業は男性も女性も等しくできる仕事です。気持ち一つでですね、どのようにでも今できる時代なのかなというふうに思ってますので、はい、他に SDGs で取り組んでいることはありますか？はい、浄化槽の維持管理を通して最上川の水質を保全維持していくための事業を展開しています。単独浄化槽というものはお風呂とか台所の汚水をですね、処理することができません。ですから合併処理浄化槽に変えていきましょうというふうな啓蒙運動もしています。日本は大変水に恵まれてます。水の価値をなかなか分かりづらい。やはり、世界に目を向けた時に、資源としての水を大事に使っていかなくてはいけないんじゃないかなというふうには思っています。日本では身近に安全な水を使うことができますが、そのきれいな水を維持していく取り組みは世界全体にとっても価値があることだと感じました。